しくないですね。好きって泡の感じは俺一番好きだよ。あ、マジですか。なんかここら辺で残るやつ。細かすぎる感じが。ああ。なんか、カフェイン量の限界値が日本がすごい低いらしいです。アメリカのすごいらしい。なんか、アメリカのマジで跳ね返ってたんですよ。レッドブルも含めて、なんかカフェインがありえないぐらい入ってて。だってモンスター飲みすぎて死んだ子いるからです。マジですか。まあ、あっちじゃ何本制限もありますからね。なんか女の高校生とか何やってたんだろう。重っ。あ、でも一回ぶんでやめて、本当一回立てちゃえば、一回立てちゃえばもう超楽です。危ない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 。車輪の安定感すごくないですか。すごいね。こっちと全然こんなクズと、こんあ、ごめんなさい、おいおいやんか、こんなんと全然違うんです。そんなんとすごい滑らかね、これですよね。すごいいいっすよ、これは。なんだ、きたきた、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっと、うわぁ、よし、帰るぞ。はい、まあ、ここら辺は置いていいですよ。あとからギター行きますもん。ありがとうございます、はい、よし、じゃあ今日これで開けたんで、はい、開ければいいんですね。そうです、開けてもらえるブーン。どうしたんですか。うん爽やかな。大丈夫です。はい。さあ、チューニングのお時間ですよ。でもちゃんと鳴る感じがしますね、やっぱり。あえてシンバルこういう感じにする。チャイナ仕様ですか。カップ叩けなんか。いや、そうっすね。まあ、それは使わないかもしれないですけど。イントロに入ってるの後半。あ、デレレレレレレのとこ、うん、あ、そう、叫ぶだったらイントロに入りじゃない。違う、叫ぶっていうよりはなんかメロディーみたいな感じでって。歌詞どうすんだよ。いや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 、歌詞どうすんだよ。ちょっとお手洗いに。すいません。色が黒いところが似てるんですけど、こいつの能力は時を加速させます。まあ、あなたたちには思いもよらぬかもしれませんが、時は加速する。ごめん、いや、なくていいや。なくていいですか。もといそんなつもりはなかったんですよね。ジョジョネタ言いたいだけだよね。そうなんですよ。読んだばっかりだから。そう、納得いかないとか言っときながら、まあ、6部はなんだかんだ面白かった。5部がちょっと僕の中であんまハマらなかったですね。今回の曲、3ミニッツなんかはちょっと、まあ、解説じゃないですけど、ネタ明かしというかしてしまいますと、まあ、サプの中で3つのブレイクビーツが永遠になってるんですけど、その入れ替わり立ち替わりでずっとカチ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 ってなってるんですけど、その上に、バンドのね、生のドラムだったり、ベースだったり、ギターだったりっていうのを人間のリズム感で、デジタルのカチカチっていうかっちりしたフレーズに乗るっていう、そういうテーマがありまして、
なるほど。やべえ、乗ってくるとヘッドホン取れちゃう。あまり意味を込めないように、うん、あえて歌詞とかも書いたつもりではいるんですけど、その曲の雰囲気を大事にしたかったので、歌詞をメインで伝えるっていうよりは半分ノリで楽しんでもらいたい曲でもあったんで、でも自分的には歌詞を書いた意味を、まあ、挙げるとすれば、まあ、人生ってすごい限られていて、一度きりってよく言うけど、それを実際感じながら生きている人って少ないと思うんですよ。で、ゆうきさんがこの曲を3分間っていう時間内でもともと収めてきてた曲で、何かそういうもうそこしかタイムリミットがそこしかないっていう中で、自分はじゃあ何を伝えていきたいかって考えたのがきっかけで、じゃあそれをそのまま書いてしまえっていう。錆びてる脳内震えるインサイドさあリミットはそこまで、扉は二つに閉ず。 Craft is made, color fade. You gotta make a choice, can you face you out? Once got away, everything will be gone. I will play it again. あんまバカでかい箱でやりたいとかないんですけど、埼玉スーパーアリーナとかそんなないんですけど、まあお客さんと距離がそれなりに近い、まあ、ゼップとかちょっと大きめの箱ぐらいを中心に行けたらなと思うと、あとはその別のメンバーも言ってましたけど、アニメのタイアップとかゲームのタイアップとか、そういうので自分が好きな作品と関われたらなっていうのはすごいありますね。ちなみにアニメで一番今おすすめなのは、今今期はね、のんのん日和っていうすごい緩いやつがあるんですけど、今期だったらそれが、それと競争ギガっていうやつですかね。あとキルラキルっていうアニメはすごい音楽的にも面白いんで、ぜひぜひ見てもらいたいです。はい。いいんじゃないですか。マジか。暇か。ドラムに関しては冷たく、なんか人間的というよりはむしろ機械的なイメージで叩いてますね。まあ、レコーディングはちょっと荒ぶってましたけど。みんなは武道館レベルはやりたいなという方向で、まあインディーズでやれるならインディーズでやりたいということも聞いてますが、何かアニメのタイアップを撮りたいということも聞いてるので、それはメジャーじゃないと無理だという、だからもしかしてそんな話が来た時にどうなるかなという感じですね。ちょっと楽しみであり不安であり、バンドのコンセプトをあんま崩さないように弾いていけたらなとか思ってて、このバンドはそのラウドとかスクリームとかをそのやっぱ重きを置きながらもいろんなエッセンスを交えていくのをメインとしているから、そこで僕ができることって言ったら、まあ、今までソロギターで培ってきたそのスケール感だとか、まあ、テクニックだとかそういうのを取り入れて、まあ、ファンキーにやったりとか、あとは本当に厚みを出したりとか、その、まあ、理論的な部分からテクニック的な部分まで、まあ、新しい音色を足せたらいいなと思いながら弾きましたね。そう、ルーツはそうですね、90年代のバンド、特にグレーとかラルフとか
ルナシーとか X とか、特にアジアンカンフージェネレーションなんかは影響を受けて、あ、こんなこうシンプルな音楽でもかっこいいものできるんだと思って、シンプルだけどかっこいいものをやりたいなっていうところがそこから始まったんですよね。幅広くは聞いてたので、そういう幅広いものをなんとかしこう今のそのあくまでロックバンドの中に収められないかなということで、うん、やりたいなと思ったのがきっかけなんですよね。なんで今集まってるメンバーはみんなルーツがバラバラで、そうですね、みんな同じようなところからは来てない人たちが集まってるんですよ。でそのそれぞれのルーツ音楽性をなんとかミックスして、でもだいたいやりたいという方向性はみんな定まってるので、その中でそれぞれ培ってきたルーツだったり、音楽だったりっていうものをなんとか混ぜ合わせて形にできないかなというところでこのバンドがスタートしたわけですね。はい。マヨネーズですかね。うん、あの何にでも何にでも合う感じで。おお。いいんじゃないですかこれ。ねえドリ。自分が向いてないんじゃないかなと思って諦めようって離れた時もあったけど、結果的に今の自分に戻ってるっていうことは、やっぱりこの空間が私の居場所なんじゃないかなって思うので、そういう意味ではいつでも戻ってこれる家族みたいな人じゃないかなっていうのは。これテイク2です。僕にとっての音楽は、まあ、そんな正直難しいもんじゃないですね。なきゃいけないというわけじゃないけど、ずっと音楽と一緒にって言っても、まあ、結構ちっちゃい頃から、まあ、育ってきたから、やっぱ音楽やらない人ちょっと寂しいな、多分そんな程度ですね。まあ、あとちょっとこれは個人的なあれなんですけど、姉貴が実は漫画家を目指してる人は漫画家なんですよ。でもともと僕漫画を目指してたんですけど、姉貴の実力差にちょっと絶望して挫折してやめて音楽始めたんです。で、ちょっとどっちが一番取れるか勝負しようぜって言って続けてるのが実は僕です。それをちょっとプライドもあるんですよね。なんで一応こんな感じですね。後半カットでいいっすね。僕にとって音楽とはありきたりですけど、呼吸みたいなものですね。ないと本当に辛いです。多分耳聞こえなくなったら死んじゃうみたいな感じですね。記憶のね、人生の隙間隙間に入り込んでいくようなものが音楽だと思ってるので、そういった誰かのね、なんかこの曲聴いたらあの時のこと思い出すなとか、この曲聴いたらなんか頑張れた時期があったなとか、そういったものをね、誰かの心に届けたいなっていうのがあるので、ね。